やばい。え、たまに年収2000万超えてるリスナーいいの？結婚しよう。やめろやめろ。ちゃんと会ってさ、人柄も見て。わかんないよそんなの。でも年収は絶対正しいものだよ。だってそのだって能力があるんだよ。2000万稼ぐ能力があって。うん、確かにね。で、そ全然に全然ね、社会人としてダメだったら2000万なかなか稼げないから。わかんないよ。お年寄りにさ席譲んないかもしんないじゃん。いいよ2000万稼げてる。いいの？だってもう一車両作ってあげな。そっか、お金でね。あとバスとかをもうちょっと、触んな、あ、政治の世界に行こう。そしたらその方がもっとね、お年寄りに優しい日本が作れる。そこに入ってる、そこに入ってる。触んなお前パイナポーで触んな。設定じゃない、腹巻きのやつ。お前今ファンか、お前サチュールリスナーか、どうかな。危ないよ。今私を抱きしめてきただろう。責任を持って養ってもらうぞ。いいのか、重いんだよ。いいのか、責任取れるのか。私より稼いでいて、しかも私よりもしっかりした人がいいぞ。私はわーさ、むずくない。いやいやいや、社会的にしっかりしてればいいのよ。ちゃんと公共料金とかちゃんと払えればいい。え、それ何、滞納しないってこと？滞納しないし、忘れちゃいがちじゃん。いや忘れない、ちゃんと振り込みにして口座から、はい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 、あの引き落としにしてくれてるとか、そういうところ大事だから、はいはい、そういうことね。うん、ちゃんと払いに行くの忘れるぐらいだったらちゃんとしてって思うから、はいはいはい、そういうのをちゃんとやってほしい。私の代わりに、私の口座と手続きしてくれるのはいいよ。狼さん、狼さん、待って、本当に何？急に狼さん付けしてるとかぶりっこし始めた。違うわ。モテようとしてる？違う。一緒に婚活する？全然違う。ポール婚活する？ポール婚活しようかな。絶対落ちるってこと。